国際キリスト教大学高等学校は東京都小金井市東町一丁目に所在する私立高等学校。小金井市でも地域の最東端に位置し、三鷹市最西端にある国際キリスト教大学とは隣接する ICU 高校、アイクズ、ICU イまたは単に ICU と呼ばれることが多い。1978年4月、帰国子以上を受け入れるため開校。 国際キリスト教大学の理念を継承し、世界人権宣言、キリスト教を教育の基本精神とする高校である。特定の教派にはよらず、1学年の生徒数は約240名で、帰国生が全校の3分の2を占める。帰国生はその中で、現地校、またはインターナショナルスクールを経てきたか、日本人学校を経てきたかで細分される。これに対し、 日本でのみ教育を受けた生徒は一般生と呼ばれる。もっとも一般生の中にも海外滞在年数、時期等の関係で帰国生認定はされないが、海外滞在経験はあるという隠れ帰国の生徒も少なからず存在する。その他、外国籍や多重国籍の生徒も少数在籍するが、彼らも帰国生や一般生として扱われている。帰国生と一般生が交流して、 お互い視野を広めることも、本校の目標の一つとなっている。授業は、基本的に、日本語で行われ、外国語の数名の専任教諭と非常勤講師、以外の教員は全員日本人である。国数 A の3教科は、入学時に行われる、プレイスメントテストで3から5段階の到達度別の、クラスに分かれて授業が行われる。英語に関しては、基本的に固定だが、 国語と数学は中間、期末試験の成績に応じてクラスを移動させられる。英語の授業は文法の授業と文学の授業があり、文学の授業はすべて英語で行われる。フランス語、ドイツ語、スペイン語、中国語は第2外国語として選択可能なほか、場合によっては第一外国語として学習することも可能である。制服はあるが、限られた日以外は、 私服の着用が可能であり、ほとんどの生徒は私服で登校する75,869.88平方メートルもの広大な高地面積を有している。これは東京ドームのおよそ1.6倍の広さである。当然ながらキリスト教に関係する学校行事が多く、週1回昼休みに校内で自由参加の礼拝が行われるほか、ペンテコステ礼拝では生徒が 世界十数カ国語で聖書を朗読する。その他、自由参加だが、一学期の終わりに、奄美大島で行われるマリンキャンプや、夏休みに北海道で行われるバイブルキャンプがあり、冬休みには岩手県で行われるスキーキャンプもある。九月には、学校祭や体育祭なども行われる。修学旅行は三年時の四月に行われ、現在の行き先は、 沖縄本島である。本校は国際キリスト教大学の付属校ではないが、同大学へは推薦で進学する道もある。ただし、80名限定で一定の成績を収めたものまたはざっとで指定された科目の平均点数が、基準点以上でないと内部推薦で受験することはできない。その他の生徒は一般入試で国際キリスト教大学に進む者も,もいるが、多くは、 総計マーチなどの私立た大学に進学する。ありがとうございます。